国会で安倍元総理大臣の追悼演説が行われました。野田元総理は安倍元総理との論戦を振り返りつつ、与野党の立場を超えて追悼の言葉を述べました。再びこの議場で、あなたと言葉と言葉、魂と魂をぶつけ、火花散るような真剣勝負を戦いたかった。勝ちっぱなしはないでしょう、安倍さん。政治家の握るマイクには人々の暮らしや命がかかっています。暴力にひるまず、臆さず、街頭に立つ勇気を持ち続けようではありませんか。追悼演説は安倍昭恵夫人も傍聴席に招いて行われました。